大事だなっていうかやっぱコミュニケーションがやっぱ大事になってくるスポーツだとは思うのでそこはあのうんやっぱりこう改めて感じた部分でもありますしやっぱりこう大事な試合になるにつれてそのコミュニケーションが本当に大事になってくると思うので、まあ、そこはすごい感じましたありがとうございますあとそれからえっと えとすみませんたくさん聞きたいことがあったんですあので絞って聞きますけど、えー、と代表の恩塚さんはあの町田選手を、えー、とワールドカップの候補に入ってますというふうにあのお話しされてたんですけども、えー、とシーズン中なんかあの例えばアドバイスというか何というかこういうふうなことをやってみてほしいとか、えー、そういったなんかやり取り、えー、みたいなことがあったらちょっと教えていただけたらありがたいです。すみません そういうやりとりはしてないです。あ、わかりました。じゃあとりあえず私はこれで失礼し,ないとしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。でした。お調子を。Thank you very much。どうも一年間あの一年分お疲れ様でした。 はいあのー、先ほどあの、まあ、今季シーズンであの一番記憶に残っていることという話をされていましたけれども、あのー、シーズンとして一番つらかったときていうときはど,のどういった時期でどういったことでどのようにして乗り越えられたかを教えていただけますでしょうか。一一番番かかった時期一番かったた時時期期 っていうのは、正直あんまりないです。あのー、すごい辛いって感じてなかったので、やっぱりその、そういう壁も別にこう、なんか辛いって感じずに、あのー、プラスで捉えていたので、あんまりこう、うん、そんなにマイナスのことを <laughs> 考えてなかった。 ですね、まあその、まあ、自分のプレーをどうやってチームに、あのー、生かすかとかこのチームにとってどういうプレーをしなきゃいけないのかっていうのを、まあ、考えたりはしたりはしてたんですけど、まあ、でもそれがうんすごい、まあうん辛い思い出だったかって言ったらそうじゃないかなと思います。はい あとはあの、まあ、このシーズン経験したことで、日本に持ち帰りたいものっていうことは、どういうことになりますか。うんうんとそうですね、あの本当に、まあ、いろんなことが本当、勉強で、毎日が本当に学,学びだったので、もういろんなことをこうやっていきたいですし。あの まあ、プラスにしていいきたい自分にとってもプラスにしていきたいですけどやっぱり日本とアメリカで感じたのはコミュニケーションのところだと思うのでそこを、まあ、日本でも積極的にコミュニケーションをもっと取っていきたいなとは思ってますし、うんまあ、個人的にもやっぱり課題がたくさん残ったシーズンでもシーズンで WNBA でもあるので、あのー、それをこう次は W リーグでしっかりこう。 っていうか、うん、自分の課題を克服克服できるようにあのやっていきたいなと思っています。はい、わかりました。どうもありがとうございました。また頑張ってください。ありがとうございます。Thank you very m u c h 朝日新聞の松本です。よろしくお願いします。シーズンお疲れ様でした。 あのー、今、コミュニケーションのところっていうふうにおっしゃってましたけれども、こう具体的に、まあ、日本でもやっていきたいっておっしゃいますけれども、もう少し具体的にどういうふうにやっていきたいと思ってらっしゃいますか。うんうんなんていうんですかね。えー、っとまあ ま、チームの、まあ、ポイントガードでもありますし、やっぱ今年は最年長にもなるので、やっぱそのチームへの声かけだったりとか、まあ、コミュニケーション、まあ、プレーのこともそうですし、それ以外のところでもしっかりこうコミュニケーションを取っていきたいと思いますし、やっぱり自分だけじゃなくて、その若い選手も、みんながしっかりこう自分の意見を話せるような。 雰囲気作りだったりとか、あのーこうまあ、試合出てる、出てない関係なく、こうチームに、こう、なんだ、えー、コミュニケーションを取れるような、あのー、チーム作りをしていきたいなと思ってます。 あのそういった経験も含めてですけど、こう日本とかアメリカとか、まあ、あと代表活動とか、いろんなバスケットありますけど、町田選手にとってのバスケット感みたいなものって、変わりましたかうんバスケット感、まあ。自分にとってのバスケットボールの存在というか。うん存在 うんまあ、でも、その視野は広がったかなとは思います。その日本だけじゃなくて WNBA を経験してまあいろんな考え方だったりとかいろんなバスケットの仕方プレースタイルっていうのも知れましたしあの、うん、本当に WNBA に来てよかったなって感じてます。それはバスケットをもっと す好きになったとか深く,深く感じるようになったとかそういう理解でよろしいでしょうか。はい大丈夫です。<laughs> はいありがとうございます。ようこみやじ。こんにちはシーズンお疲れ様でした。あのコーチがあのシーズン終わりのあの。 最終戦の後に町田選手はオフェンスをどれだけアグレッシブにできるかっていうことが今後 WNBA でやっていけるかどうかの鍵だっていうふうにおっしゃってたんですけれどもその点多分町田選手もシーズン通してすごく一番苦労した一番悩んでどういうふうにやったらいいかを考えていた部分だと思うんですけれどもシーズン通しての,その自分のその課題に対する向き合い方対応仕し方で最終的に あのその点でどれだけこう進歩ができたかっていう点についてお話しいただけますでしょうか。うんそうですねあのー、まあシーズンまあうんそうですねあのー、まあ 得点、まあ、得点をやっぱりすることやっぱ、その、やっぱ自分の今、その、コーチとかにも言われてるのは、やっぱり、その、アグレッシブにっていうか、得点も取ると、取りに行くことだったりは、やっぱ、まあ、シーズン初めから言われてはいたんですけど、まあ、それにこだわりすぎてしまって、あのー、 あまりこう自分のリズムだったりチームのリズムを作れなかったことが何試合かあってやったのでそれはこう自分のよさもチームの良さも出ないなっていうのは感じていたのでそこで一回こう気持ち的に考え方としてもこう変えてまずは自分のプレーチームを生かすようなプレーを第一に考えてその後にこう 空いたら自分が打つシュートを打つとか、まあ、時間のない時は攻めるとかっていう考え方にシフトして後半、あのー、やっていたので、まあ、まあそれが良かったかわ分かんないですけど <laughs> まあでもその自分うんまあその課題そのシュートに関しての課題は あの全然あの克服はできてないと思うので、まあ、それはあのこれからあのダブルリーグでも戻ったらそこのところもやっぱ意識的にあのやっていかないといけないなとは思っているので、まあ、今シーズンの,の WNBA に関しては、まあ、そこを第一には考えずにこうやっぱチームだったりあの自分の求められてるあの、まあ、ボールプッシュとか速い テンポに持っていくってててくことを意識してやっててたっていう感じですあとはのプレーオフまあシーズン中にも試合に出られなくてあの辛い時期があったと思うんですけれどもプレーオフでもどうしても主力の選手のプレータイムが多くなって町田選手のプレータイムも短くなったんですけれどもその辺の。 試合に出られない辛さっていうんですかね多分日本ではあんまり経験したことがないと思うんですけれどもそのあたりは自分でどういうふうにこう感じてどういうふうに消化されてましたかうんそうですねあの正直こう試合に出れなくて辛かったっていうのはなかったですねあの本当にやっぱプレーオフってそういうまあ そういうなんていうんか大事な試合でもありますしやっぱり、まあ、そのプレーオフ行くまでにどれだけ自分がこうチームに貢献できるかだったり信頼,をももらえる信頼を持ってもらえるかっていうので多分プレーオフの出る出ないが変わってくると思うので、あのー、そのプレーオフに出れなかあんまり出れなかったからっていう辛さはあんまないですけど、あのー、でも本当にもう常に。あのー そのタイミングで出ても、あのー、何分出ても、しっかり自分のやるべきことをしっかりてやろうっていう気持ちで、あの、入ってたので、あのーうん、そうですね、そういう気持ちで、あの、常に準備はしていました。わかりました。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。<laughs> お疲れ様でした。ありがとうございま お、さね、田島。あ、田島です。一シーズンお疲れ様でした。聞こえますか？大丈夫ですか？聞こえます。えっとまずあのプレーオフも含めてえっとこの一シーズン全試合出場できたことに関してえっとどのように感じてるかあのまあ全試合出たこともすごくチームにとっては大きな。 貢献だったと思うんですけど町田選手自身はどういうふうに感じてるか教えて全試合いや本当あの全、ー、試合出させていただいて、あのー、いろんな経験あもちろんセカンドもそうですけどそのポイントガードのターシャがいなかった時の,あのスタートにも使っていただいてあの本当にいい経験ができたなっていうのは思ってます。 全試合、やっぱり出れたっていうことが、まあその、シーズン始まる前にあの、ダブルリーグとはまた違うスケジュールだとか、アウェイの遠征だとかで、そのコンディションのところを心配されてたと思うんですけど、まあ、それがある意味、全試合出たっていうことはあの、ある程度アジャストできたじゃないですけど、うまく調整できたのかなとも思うんですけど、どうですか、うん、そうですねあのー まあ後半になるにつれてやっぱりアウェイのあ大変さはあったんですけどでもまああのだいぶアジャストもできてたと思いますしあのでもやっぱり、怪我大きい怪我もせず病気もしないでシーズン通して元気な状態で。 入れたっていうのは本当にまあトレーニングとかもそうですけど、あのー、やっぱ食事の面がやっぱり大きいのかなっていうのもあるので本当にあのサポートしてくれた人たち、まあ、人サポートしてたくれた子には本当に感謝したいなと思ってますわかりましたあと最後あの改めて1年やってみて町田選手が感じたまあ WNBA の魅力だとかすごさっていうのあのあったら教えてくださいうんあそうですねあのー、うんやっぱりなんだろうな、うん、まあ一人一人の、まあ、チームによって全然カラーの違うあプレースタイルの違う バスケットをししますし、あのー、本当に一人一人の能力も高いですしその、まあ、もちろん身体能力だけじゃなくて技術もすごいので、あのー、うん,なんていうんですかね <laughs>、あのー、本当にこうまあ本当に世界最高のあのー、リーグだなっていうのは。 やっぱ肌で感じますし、あのー、もちろんこう気迫とかその気持ちだったりとかもやっぱりバスケットにかける思いだったりうーんバスケットに対するこう姿勢だったりっていうのをやっぱりこう感じれたことはあのー、すごい良かったなと思いますし、あのー、もちろん。 日本のファンの方々もすごいこう応援してくれたりとか盛り上がったりとかするんですけどやっぱりホームアウェイってあんまりこう日本では感じることができないんですけどやっぱそれをこう感じて <laughs> あのまあファンの方々の,この熱量だったりとかあの一体感だったりっていうのもすごい感じることもできて。 まあ、あとは本当に、こう、まあ、チームメイト、ミスティックスのチームメイトに、こう、まあ、出会えて本当に良かったと思いますし、まあ、何よりこう、エレナ、デレダン、<laughs> エレナには、の本当プレフェ、プロフェッショナルさが、もう、本当すごくて、あの、 まあ自分が今まで見たきた選手で一番すごいなっていう感じたのでそれは本当自分にとってすごいいい影響でもあったし刺激になったなと思うので、まあ、これからまだまだ自分も頑張らなきゃいけないなっていう気持ちにすごいなりました。 聞こえないです。ですあ、共同通信の続きです。先日はお疲れ様でした。あの1点だけ伺いたいんですけれども、あのこの間あの、国際大会と WNBA がちょっと違うというふうに感じたとおっしゃっていたと思うんですけれども、そのあたりをちょっと具体的に教えていただきたいのと、そこにこうどういうふうにアジャストされていったかというのを教えてください。うんとやっぱり ま、世界大会とかっていうのはやっぱ代表の選手で、あのーまあ、ちょっと日本はま特別なのかなと思うんですけどその早い段階で合宿があってこうチームとしてしっかりこう動いていくっていうかこう形にしていくっていうのが日本だのやり方だと思うんですけどアメリカ代表だとやっぱり1週間とか2週間前にあの集められて。 あのそこでこう練習をしてすぐし大会っていうのでこうんやっぱり一人一人の能力も強いすごいですしやっぱ IQ も高いと思うのであのそういう,こうそ,のその短期間でもチームになるとは思うんですけど WNBA だと本当にこう5ヶ月間あのチームとして徹底されていく。 とは思うので、やっぱりディフェンスのところだったり、オフェンスもそうですけど、うん、ア,ジャスアジャスト能力だったりとか、あのディフェンスの面でもこう穴があんまりないとかっていうのが、WNBA とその代表,代表っていうかこう世界大会とかの違いなのかなと思います。ありがとうございました。お二人ともお疲れ様でした。 thank yeah. you thank you thank you thank you that concludes media thank you everyone um, we will send out the recordings of today and we will send out more information um, as it becomes available thanks everyone